ジョン・ F ・フィッツ・ジェラルドジョン・フランシス・フィッツ・ジェラルドは、アメリカ・マサチューセッツ州ボストン出身の政治家。アイルランド系アメリカ人。アメリカ合衆国連邦下院議員を2期、1906年から1908年と1910年から1914年までの2期に、渡って、ボストン市長を務めた人物で、アメリカ合衆国、第35代大統領ジョン・ F ・ケネディの母方の、 祖父にあたる。彼は、ハニー・フィッツという愛称で呼ばれた。ジョン・ F ・フィッツ・ジェラルドの父トーマスは、アイルランド・リムリーク県の出身で、母ロザンナは同じくアイルランドのキャバン、県出身者であった。ジョンは12人兄弟の4番亀目の子供として生まれたが、健康に育ったのはジョンを含めて3人だけだった。母はジョンが16歳の時に亡くなり、父は、これまで、 フィッツジェラルド家を苦しめてきた病気など、将来の苦難に備えさせるため、息子が医師になることを希望した。ジョンは、ボストンラテンスクールを経て1885年5月、ボストンカレッジを卒業した。1885年5月、ハーバードメディカルスクールに入学したが、父が1885年に死去したため、1年、足らずで医学大学院を中退し、 民主党の政治家に転身した。1889年9月18日、ジョンはメアリー・ジョセフィン・ハノンと結婚する。妻との間には6人の子供が生まれ、長女のローズ・エリザベス・フィッツ・ジェラルドから、後のジョン・ F フ・ケネディ大統領が誕生した。フィッツ・ジェラルドは1891年にボストン市議会議員となり、1892年から、 マサチューセッツ州上院議員に就任した。1894年に、マサチューセッツ州第9区からの合衆国会議員に選出され、1895年から1901年まで、この職にあった。1906年、第38代ボストン市長に選ばれ、前任者ダニエル・エイ・ウェルトンの後を引き継いだ。1908年の市長選挙では、 ジョージ・エイ・ヒバードに敗れて再選を逃したが、1910年の選挙でヒバードを僅差で破って帰り咲き、1914年まで第40代市長を務めた。当時のボストン政界では民主党勢力としてフィッツ・ジェラルドとパトリック・ J ケネディが主要な勢力を握っていた。1914年に、 パトリック・ジェイ・ケネディの一人息子であるジョセフ・ P ・ケネディとフィッツ・ジェラルドの長女ローズ・フィッツ・ジェラルドの結婚が実現し、両家は親族関係に入った。この結婚により、1917年5月29日にその名を受け継いだジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディが次男として誕生した。ボストン市長を退任後、ジョン・ F ・フィッツ・ジェラルドは再び合衆国会議員を務めた。 この時は、マサチューセッツ州第10区からの選出で19、1919年3月4日から1923年10月23日まで在職した。晩年は、娘の家族のために、実業家の仕事に勤しんだ。1950年10月2日、ジョン・フランシス・フィッツ・ジェラルドは、ボストンにて87歳で没した。その墓は、 ボストン市内のセントジョーゼフ墓地にある。ありがとうございます。